前田利家と成し前田犬千代健三。
のために全てをかけた忠義の男、人は俺を鬼の柴田と恐れる。柴田勝家権力者清須の血をかけ、清須の風となれ、清須を愛し、我ら清須の者の戦国の魂ここに転生、我ら清須城武将隊おかげに暑いの今日は。暑いですね。親方様、親方様苦労ですね。なるほど、吸収します。力んじゃない。はい。そして、お主のせいで余計に暑い。東吉郎とかも余計暑苦しいですね。さる、せっかくだ。はい。いつもね。参りましょうか。ここで皆に一つだけ質問があるぞ。我ら大田組のこと知っとるよ。注文は、はーい。はい。はい。ありがたいね。ありがとうございます。まあ我々清須城、まあ、ここからだいぶ離れとるんだけどね、はい、まあ、知ってもらえとるっていうのは嬉しいことだね、はいはい、まあでもしかしこの刈谷の地に来て、はい、まずは自己紹介せんとかね、はい、まあ今日は知らんものも覚えて帰ってちょうだい、はい、我々は昨年の7月より清須城でおもてなしをしておる。清須城武将隊、桜に花に組と書いて大花組と申す。はい、覚えましたか。テストに出ますよ、いいですか。出るのかな。出ます、出ます。夏休み明けとか出るかもしれんだろう。はい、覚えて帰ってちょうだい。まあというわけでね、本当にまあ今年の4月よりまあ第2期という形でな、この後ろにおるあの一番熱そうなおじさんね、はい、はい、柴田勝家という男、うん、まああの通称権六という男が加わってくれたことによってより力強く第2章がスタートしたわけだな、はい、あ、もう一個だけ聞いていい。はい、清須城来たことあるよという人。はい、はい、一番だよ、はい、お父さん嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな大人になるとこだよ、大人になるとこ。いや本当にね、我々の住んどる清須城はね、まあはい、あの平成元年にできたばかりの新しい城で、中は博物館のようになっており、はい、まあ、歴史がたくさん学べる作りになっておるんだが、はい、我々が今披露しておる演舞、この演舞でも歴史が少しだけ学べる。まあ歴史といってもね、難しい堅苦しい話ではなく、分かりやすいよう皆に伝えたいと、はい、まあ、しかしな、はい、全部話しておったら時間のなってしまうもんでね、パタリパタリと倒れられても困るでね、はい、この人が特にね、倒れると困るでね、あ、まあ今日はあと一つだけ皆に知って帰っていただきたい。これだけは、これだけは欠かせんといった天下を揺るがした大きな戦があったんじゃ。場所はかの有名な桶狭間。1560年梅雨入り前の時期にございます。いろいろな手を使い、この地を手に入れようと、ついに今川義元は大軍をこの清須城をめがけて進攻させてまいりました。親方様、親方様、わしは必ずこの戦で手柄を立ててみせます。何とぞここかを出資停止をお解きくださいませ。親方様、わしからもどうかお願い申し上げます。あやつは槍を振ることでしか自分の力を出せんやつだもんですから。ならん。しかし親方様、ならん。親方様、まるでわし取りでは猛攻撃を受け、もはや風前の灯火、時間の問題でございます。我ら家臣団、籠城が最善かと。あるか。ご決断くださいませ。権六、あ、親父がよう言うておった。清須は豊かな平野であると。うまい米や野菜がたくさん取れ、民たちが汗水を流して耕した大切な土地だ。籠城をすればその全てが踏みにじられる。わしはな、それが許せんのだ。しかし美濃の親父殿も言うておったぞ、この平城に籠城は不向きとな。わしは出陣する。親方様、今川軍年賀狭間にて急速に入った模様との知らせが入りました。即去る。
美濃との国境の状況はどうなっている？親方様の推測通り、真っ黒な雨雲がかかり始めました。そうか、皆の者、時は来た。伊助を持て。おの、鈴を持て。こうして信長様は敦盛の前になられ、出陣の支度をなされました。そして、おの、行ってくる。信長様、わしを信じて待っていろ。毎回戦のたびにもう二度と会えないと思う。この怖さ、城で待つの女の戦にございます。
このお話はまたのお時間に。これにて桶狭間の戦いのお話おしまい。おしまい。ありがとうさんじゃ。ありがとうございました。ちょっと難しい話になってしまったしまいましたが、はい、1560年に起きた桶狭間の戦い、はい、清洲城からね、はい、出陣したということを今日は覚えて帰ってほしい。はい、いやなんで村方様、親方様、本日あのこの地刈谷なんですけれども、刈谷城がなんと今年築城480年だそうです。なんだよ、私も今触れようとしたんだよ。早い者勝ちにございます。はい、はい、まあそうだね、はい、まあ、というわけでこういう大きいお祭りもあったりして、夜には花火も上がるらしいな、はい、ここそうだそうだ、花火まで見てく人、はーい、はーい、見てくよっていう人はいいね、いいね、やっぱりそうだね、花火がメイン。そうですね。まあ、しかしな、今日の演舞最後までお付き合いいただき誠に感謝いたします、はい、まあ、このようにな大きい祭りではないが、清洲城の方でも今月末大きい祭りがあるね。はい、まあ、はい、うん、8月の31日土曜日のお話にございます、うん、我ら大岡組は月に一度主催の信長うつけ祭っていうのを開催しとるんだが、はい、そのうつけ祭をななんと8月のものはでーっかくやろうじゃないかということで、はい、市民センターのでっかいホールを取っております。そう、はい、方様そちらの方でなんか三大発表があるそうで、新演、お新書、お新曲、新曲、お、いや素晴らしい、素晴らしい、はい、誰お前、はい、本当に、まあ、わし、まあ、というわけでね、本当にね盛りだくさんの内容になっとるもんだから、まあ夏休み最後の日宿題は全部終わらしてね、お母さんのお手伝いもしっかりして、あ、しっかりしてないとね、この犬千代さんみたいに2年間もお家に帰れんことになるかもしれないね、気をつけんといかんのだよ。まあというわけでね、本当に気をつも、ありがとう、同じように盛り上がっとるもんで、まだ来たことないものも来たことあるものも一度と言わず何度でも清洲城の方に足を運んでいただきたい。人は限られた時間の中を精一杯生きねばならん。その中で様々な必要である。皆皆様がお会いできた今日、本当に嬉しゅうございました。うん、ああ、皆の笑顔は忘れてよ。かき氷のブルーハワイはベロが青くなる。そんなことはどうでもいい。当たり前の貫禄豆知識。はい、我々のことも忘れんでくだされ。そうだな、せっかくな、こうやって暑い中最後まで見とってくれとる、はい、あの挨拶一緒にやろう。そうでございますね、はいはい、終わった後な、あの我ら下に降りてくもんでね、写真撮影とか応じるもんで、よかったら気軽に声をかけてほしいんだが、この回一度ちゃんと締めないかんでね、はい、我々は挨拶を持っとるんだ、だから皆の力を貸してほしい。この挨拶を覚えてな、みんなで最後は一緒にやって一つになって終わろうではないか。はい、さあ命を、はい、じゃあまあ教えたってちょうだい。はい、それでは元気ありやまっとるあそこらへん、ね、そうでございますね。大きい声聞けるぞ、うん、はい、それでは最後に親方様がありがたいお言葉を言ってくださいます。わ、うんうん、かりやすいようにな、はい、藤吉郎殿がせーのと声をかけまする。せーの、そのせーのの後に続いてここにおるみんなで一緒に陽気かなと大きな声で、そして周りのものにもな当たらんように気をつけながら一緒に手を挙げていただければなと思います。あー覚えたか、いいよ、はい、大丈夫か、陽気かなと、あー今ので、はい、歩いてますよ、いいんだよ、はい、さあ現場の藤吉郎さん、ええですか、準備ですか、はい、はいはい、準備完了にございます。皆さん元気に手を挙げてくださいませ。はい、じゃあいいですか、あのキンキンキンの猿に負けないように大きな声出してちょうだいよ、陽気かなとここに響かしてちょうだい、はい、さあそれでは行くぞ、また我々桜花組に会いに清洲城の方に来てくれるかな、せーの、陽気かな。